ジャッジ MC です。今回はですね、先日開催されたイベント、レトロゲームプレゼント交換会、ゲームインパクトさんが開いてくれたイベントなんですけれども、まあ、ゲームインパクト、普段だったらですね、箱を借りて、まあ、お客さん呼んで、演者さん呼んで、みんなでこうレトロゲームについて語ったりで、ゲームをしてワイワイするスタイルなんですけれども、今回はやっぱりこうコロナがね、あって、そうもう大変な状況になってると。でそんな中、なんかできないかとゲームインパクトさんが考えてくれたイベント、それがレトロゲームプレゼント交換会。それはどんなイベントかっていうと、ちなみに僕も参加させてもらってるんですけども、例えば僕がこうレトロゲームうちにあるものをなんかこうチョイスして、それをゲームインパクトさんに送ると、そしたらゲームインパクトさんが、まあ、ランダムですけど、その参加者の違う人に僕のプレゼントを届く。でそういういろんな人に届くみたいな、まあ、クリスマス会的なスタイルなんですけれども、伝わったかな、伝わんなかったらごめんなさい。でそんなプレゼントが今日僕の方にも届いたんですね。じゃんね、なので今日は早速こちらの箱、開封の儀をしていきたいなと思います。では、じゃあ早速ですね、中に入ってるアイテムを紹介したいなと思います。なるべく見ないようにして、紹介できたらなと思います。まず一発目、ドン、ダンボール。これはアイテムの一つと考えていいのかな。多分普通のダンボールですね。これ違うな多分。そして2発目、ドン、これは今回のイベントのフライヤー的なやつね。レトロゲーム交換会のね、これはまた違うと。で次、これあれなんだ、あ、これビーマニの、メモリーカードホルダー、ビーマニのメモリーカードフォルダーだね。ここにメモリーカード入れて持ち歩くスタイル、いいね。あんまビーマニやってこなかったけど、このためにビーマニをプレイして持ち運びたい感じあるね。全然あるね。そしてドン、お、あつ森出せ、飛び出せ動物の森の、これなんだ、あー、オッケーオッケー、レジャーシートだね。飛び森のレジャーシート、これいいんじゃない、かわいいね。これでまあ、ちょっとね、自粛ムードが完璧に終わったら公園とか行ってね、お弁当持ってね、家族でこれを敷いて、なんかこうおにぎり食べたい感じありますね。おにぎりじゃなくてもいいね。でその次はどれにする、ザン、何これ、あーはははは、はすげえかわいい、超かわいい、これ嬉しいっす。ネメシスじゃないよ。ディスクシステム、ファミコンのディスクシステムの、フォルダ、まあディスク入れだよね。これ超かわいい。裏にこうディスクの、絵もこう書いてあって、これディスク入れんだよね。多分っていうか、そうだよね。例えばこう中山美穂のときめき、このままこれ開けてから入れるよね多分。あ、入るね。
当たりめえか。ああ、なるほど。こうやって入れるのかな。これ完全持ち歩くね。うん。まあ、最近はこう、ファミコンのディスクシステムの、カードをですね、あんまり持ち歩くことはないと思うんですけれども、俺はたまにあるんで、すげえ役立ちます。でもこれ持ち出す、うん。いいね。とにかく可愛いっす。これ嬉しいな。嬉しすねネシスだね。その次。今ちょっと見えちゃったな、これ。ザン。これなんだ。星のカービィ。カービィのマスコット。マスコット。中。ああ、うわ、うお、うお。お、お。これ。カービィなんだけど、あのね、めちゃめちゃこう、グミな感じの柔らかさだね。間違えて食べちゃうぐらいのグミな感じのカービィマスコット。これいいね、プルプルだね。その次。これ、ザン。これなんだ。これ、なんかいっぱい入ってる。おお、あれ、何これ。肉焼きセットペーパークラフト。鬼渋いやつ届いたね。うん。まだけど、こういった細々したもので大好きなんでね。嬉しいね。その中に入ってたの、ここ、あ、ここ、あ、何これ。あーはははは。厚盛りの、なんかこう、ちっちゃいキャラクターたちのステッカー。これ完全娘とかに奪われるタイプのやつだね。うん。それもだけどよし。嬉しいね。そして、バッジ。あ、ナムコバッジじゃない。かわいい。まず、ワンダーモモ。ワンダーモモ。かわいい。そしてこれ何？ベラボーマンか、これ。ベラボーマン。ね。そしてこれはもう開けてないよ。開けてないスタイルの、これ何？これもベラボーマンか。ベラボーマンの、バッジ。そしてこっちもバッジ。これも開けてないタイプ。これドラスピかな？ドラスピのバッジ。これ嬉しいね。うん。いいね。そして次は、ダン。あ、マザー1プラス2。ゲームボーイアドバンスですか？うん、そうだ。の、ストラップ。携帯ストラップだね。土星さん。土星さん？土星さん？土星さん？どっちだろう？土星さん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 ？まあ、いや、とにかく可愛いですよね。あ、可愛いね。その次。じゃあ。あ、まだ来た。Bマニの、ウォレット。つまり財布だね。Bマニ2個目だね。あ、しかも、こう、バリバリ、バリバリってやる、タイプのウォレット。嫌いじゃないね。素晴らしい。Bマニだね。やっぱBマニやれってことかな、これ。その次は、奥から、じゃん。お？あー、袋だ。袋。こっち側が源平島まで。源平。そしてこっちが、ドラスピ、ドラゴンスピリッツ。うん。いいね。ファミリーコンピューター用カセット源平島まで。やべえやつの方だ。そしてこっちは、こっちは PC エンジンのロムカード。のドラゴンスピリッツ。ナムコの、多分当時の袋だね。これ嬉しいね。そして次はどれ行こうか。これいこうか。これなんだろう。おお。これもう運命かな、俺。Bマニのパスケース。これもこれ、チョイスしてくれた方、すげえ Bマニ常習犯だね。バイコナーミのBマニ。もうBマニやるしかないね。これ。次。ダン。お、なにこれ。ミニじゃん。パズルだ。テトリスのパズル。
出るしか、お、裏多分これ完成図なんだけど、じゃん、完全110やる気しないやつね。けどまあパッケージ超可愛いし未開封だし、このままちょっとこうコレクションとして取っときたい感じかな。嬉しいね。つうかすげえいっぱい入ってんだけど。じゃあ次なんだこれ。これだ。これなんだ。コースターかなこれ。コースター。猫の。なんだっけ。なんだっけこの猫。ド忘れしたな。なんだっけこの猫。なんだっけこれ。なんだっけ。誰だっけ。うわ忘れたな。まあいいや。そして次。なんかでかい。ザン。お、ぷよぷよ。ぷよぷよの、ポーチ。ポーチ。ぷよ、ぷよぷよ。ぷよぷよのカメラポーチ。カメラポーチ。なんか入ってるよ、これ。ん？あー、カメラポーチだけあって、カメラ入ってる。おもちゃのカメラかな、これ。ほんと撮れんのかな、これ。景品用って書いてある。これほんと取れたりするのかな、おもちゃかな。こう。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。いいね、いい感じだね。うん。かわいい、しかも。これもいいね、こう。飾っとく分に。すごくいいね。嬉しいな。しかもちゃんとカメラポーチもついてるっていうね。ぷよぷよのね。あとできちんとしまいます。その次さん。お。スーパーマリオのクエスチョンボックスだね。あ、これなんか開けるとこあるな。開かねえか。開くな。お、入ってるね。お、なんだこれ。消しゴム？消しゴムじゃねえな。プラスチックだな。なんか、かわいいスーパーマリオ。マリオの、ちっちゃいお人形。うん。かわいい。なんかこの感じのフォルムのやつっていいよね。当時っぽさを出してるというかね。素晴らしい。これも可愛いね。そして次。これいってみようか。バン。おー、来た来た。高瀬宏さんのやつか。スーパーマリオ1。スーパーマリオくんの1ね。これ持ってないな。あ、しかも最初関東カラーだね、これ。素晴らしい。これちょっと読みふけたいね。あ、いいね。これもウレシス、ネメシス。そして次、ザン。すげえ入ってんだ、しかし。お、スーパーマリオの、プクプクシール。ちょっとプクプクってしてるシール。プクプクってしてるシール。これも多分娘にガンガンこう、どっかいろんなところに貼られちゃうスタイルかもね。まあ、それはそれで、親として嬉しいからね。で、次、ザン。お、これ最近入手困難なやつじゃないですか。ね、事件とかになっちゃうやつ。スイッチ。スイッチ。といってもメガ CD の方のスイッチね。俺的にはこっちのスイッチも大好きだからね。うん。ちゃんと袋に入ってるし。スイッチも、このスイッチも持ってるけど、このスイッチやっぱ何本あっても大丈夫なタイプだもんね。お、いいね。スイッチ好きだしね。スイッチ、これジャケもいいよね。これも嬉しいっすね、嬉しいっす。で、次。バン。あー、ワリオの森。の完品だと思うな、これ。うん。ちゃんとパッケージされてるし。俺多分箱とか、これ多分説明書も入ってるのかな。俺多分裸でしか持ってないから嬉しいっすね、嬉しいっすだね。状態もいいね。これ開けてちょっと耳とかも確かめたいけど、後ほど後でね、ちょっと個人的にやってみたいと思います。ワリオの森の、多分、完品パン。そして次はパン。あ、なにこれ。あ、シール。シールになってる。カワユス。カワユスピルス。なんかドンキーコングシリーズのこう、シール。カード出すよりちょっと大きいぐらいのサイズの、シールが1、2、1、2、3、4、8枚入ってる。8枚ついてるやつね。これかわいいね。
だ、次ね。あ、これもそうだ。これは今のバージョンのゼルダの伝説、バージョン。しかもあれだ、ロム版の方だ。ディスクじゃなくてね。これも8枚入ってる。こういう。これも嬉しいスネメシスだね。これ貼れないね。これも保存用に取っとくタイプだよね。そして次は。あ、これ手紙入ってるな。これはちょっといいか。とりあえずね、最後にしましょう。さあ、これ最後だ、ね。バン。来た。ファミコンジャンプ。ファミコンジャンプ。いいね。ファミコンジャンプいいじゃん。うん、説明書も入ってるし、カセットも入ってるし、耳もいい感じの耳になってますよ。こっち側の耳どうだ。あ、こっちの耳も OK ですね。まあ、ファミコンジャンプはね、もう、俺も大好きなゲームで、思い入れもすごいあるんでね。こちらも、ファミコンジャンプ、何本かあるけど、ファミコンジャンプも何本あっても大丈夫なソフトですからね、これね。名作中の名作ですから。嬉しいっすね、ネメシスです。ということですかね。バン!いや、すげえ、いい感じな、ものが詰まってましたね。しかもあとレトロゲーム愛をすごい感じました。手紙にはごちゃっとしてるけどテンションが上がったなら嬉しいなって書いてあります。いや、テンション上がりましたよ。ありがとうございます。いいね。なんか楽しいね、こうやって送ってきてもらうと。何が入ってるかも楽しみだしね。めちゃめちゃ感謝しております。素敵なプレゼント本当にどうもありがとうございます。で、本当にガチですげえ上がるものいっぱいありました。どうもありがとうございます。こうやってね、僕のプレゼントもね、誰かの手に渡ってると思うんで、嘘でもいいんで、届いたら喜んでくれたら嬉しいなと思っております。ということで、レトロゲームプレゼント交換会開封の儀でした。ということで MC でした。